っぱり乗ってる人が考えた方がいいなっていうのはあります。それが今回まあ、出馬される理由ということでまあ山下政権に次ぐ小さいな有権者の皆様山下明和、山下明和皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。今日は山下家の車窓からということで山下明和さんにお越しいただきました。モデルの山下です。よろしくお願いします。後編です。後編、前編が広角な方ですごいわ。ダメだな、すごい。これまさかのインスタ360が手かざすと止まるっていう、このちょっとジェスチャー危険ですね、これ。これすごいね。だからこの手、身振り手振りをしすぎると、危ない。危ないんだ。でもそれ機能多分消せるでしょ？消せる。動かしちゃうタイプだから、オンにして。いや。あとね、ボイスコマンドでレック開始とかレック終了ってできるんですよ。え？これね、便利。探らないでくださいね。何のワードを言えばそうなっちゃうのかなっていう。まあ、ということで、まあ、後編になったわけですけども。後編です。はい。山下さん、何か今日語り合いたい議題ございますか？あ、語り合いたい議題、そうですね、語り合いたい議題いろいろありますけど、いろいろあります。何から行こうかな。そうね。まあオフになったってこと？何かで。何かでオフになりましたね。すごいな。今声と。手のジェスチャーオフにしましたので、もうこれで大丈夫。頭いいね、ほんと頭いいわ。よくわかんない機能がいっぱい、便利。すごいね。そう、いろいろね、話はもちろんしたいんだけど、なんでジムニーにまず興味を持って、今日だってジムニーなんですよ、これ車両。僕のジムニーなんですけど、23で1個前のモデルで。ジムニーに乗りたいと今日僕お願いしまして。そうなんですよ。先日ちょっとひょんなことから車台車借りてたんですよ。はいはいはい。でそれがまあ、ちっちゃい車貸しまったんですよ。はい。そしたら何の不満もないぐらい快適で楽しくて、まあ、ちょっと長距離の時はやっぱ自分の車の方がいいかなと思ったけど、でもなんか23区移動するんだったら、いやもっと小さい車でいいなと思った時に、僕のテニスの師匠の増田健太郎師匠とまた車の話をしてて、増田さんね。で、はい、それで増健師匠も大きい車と小さい車をこう交互に乗り換えてしまうっていう話をしてて、僕もバイクでよくやってたんですよ、それ。はいはいはい、スーパースポーツ行ったらオフ車行って、スーパースポーツ行ったらアドベンチャー行って、もう交互に振っちゃうみたいな。はいはい、だけど、小さい車僕買ったことがないんですよ。まあ、そうだろうね、確かに。で、ちょっといいなと思って、で、小さい車で可愛い、おしゃれ、楽しそうで言うと、オールドミニかジムニーかが僕がパッと思いついたと思うんですよ。はい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 。まあ、ちなみにハイノードのディレクターは昔なんだっけ、なんか、おしゃれオープン、ダイハツコペン。おぉ！で、ツルバサーキットを攻めてたっていう。え？そうなの？そう、うちのディレクターおしゃれなんですよ。え？おしゃれだね。なんかちょっとコペンはちょっとなんかその、可愛すぎるかなって、なんかもうちょっとこう。まあ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 、確かに。枯れて抜けて、旅っぽくてっていうと、ジムニーっていいなと思ったんですよ。なるほど。どうですか？どうですか？この。いや僕てっきりもっと狭いものかと思ったんですけど、2人で乗る分には足元広いし天井高いし、特に僕その髪の毛ちょっとツンツンしてくると当たるんですよね、すぐ。ああ確かに、ね、で僕もこの背もたれ、この起きてる気味が結構好きでそうするとなおさらここの頭のクリアランスが結構心配で、だから今めちゃくちゃ快適です。よかった。あと帽子も当たりません？普通のセダンとか乗ると。あのね、結構、当たるやつもある、車によっては。ですよね、はい。何の不安もなく楽しかった。よかったです。あとあまりこの前後のピッチング感じなかったでしょ、そのサスペンションが変えていったやつ。あれはね、結構ね、僕本当ねすごいと思うのは、はい、ノーマルで酔ったから僕絶対ジムには合わないんだろうなと思ってたんだけど、はいはい、このアピオのカスタムだからちょっとサスペンション、はい、ストローク変えられるやつがあるし、はい、8段階変えられるのもあるし、はい、それだけじゃなくて、ちょっと足が長くなってるわけよ。ああ、これ上がってるんです。で、これ、アピオのこの JB23 っていうモデルは、2種類あって、はい、TS7 と TS4 ってあって、はい、TS4 はもうちょっと高いんだけど、はい、僕のやつは TS7 ってやつで、はい、その中間なんだけど、はい、その分のこう、高くなってるから、もっとやばいんじゃないかなと思ってたのね。最初は乗った時。でも、試乗させてもらったら、硬さを変えられて、はい、面白いのは、
全部8段階、4つとも8段階変えられるのよ。はい。それなんだけど、僕は前と後ろを一緒にするものだと思ってたから、はい、ゴーゴーみたいにするといいのかなと思ったら、はい、上じゃなくて、前を柔らかくして後ろを硬くすると、前でこう振動をこう吸収して、はい、後ろは拾わなくすると、ほとんどこう揺れないようになるよっていうのを聞いて、それにしてから、本当に言わなくなったし、それ教えてもらって、そのアピオンの試乗車に乗ったら、わ、全然違うと思って感動して、はいはい、買いますっていうふうに。へぇ、そうだったんだ。確かにちょっとこうでも背が高いやつでこうね、いきなり揺れますね。結構揺れるから、酔っちゃうんだよね。はい。そうなんですよ。僕はベントレーの、ベンテイガっていう SUV。うんうん、お自分で運転してて、ガチ酔いしてご飯食べれなくなるっていう。結構でかいやつだよね。でかくて、もうね、ぐにゃんぐにゃん不安。そんなに行くんだ。船酔いするレベルで酔って。ダッジラムとかも結構、ぐにゃぐにゃするもんね。あ、でもそのベントレーのそれは、その、まあ、ベントレージャパンというか広報の人に聞いたら、平均購入年齢、もうね、ほぼ70代が見えてるぐらい、60代上のアッパー層らしいんですよ。で、だからその人たちが運転しやすくするために、アクセルレスポンス甘くした、うん、ブレーキペダルも軽くした、うん、だから僕らの感覚で踏むとちょんと触ってバイン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 でしちゃうんですよ。結構すぐブレーキかかっちゃう。全然ちょっとねしんどかった。でもあれがビタッとするんだったらすっごい車になるんだろうね。あでもまあ考えられてるんじゃないの。そのだってその、うん、ね、高齢の方が多分乗りやすいように考えられてるんだったらすごいかもしれないね。これ山下聞かずも70代突入した時にはこのジムニーのアピオシミニのサスペンションを柔らかい方向へ前後確か変るっていう手もあるかもしれない。ね、あるかもしれない。8段階変えられるから後ろとね柔らかく。セボも足回りも全部変わってますもんね。変えてます。そうですよね。変えてます。何気にゴリゴリにカスタムしてますよね。セロはね、めちゃめちゃお金かかったんですよ、正直。セロって安いんですよ、本来はね。うんうんうん、値段的には。多分、僕が買った時新車で多分40前後だったんですよ、はい、乗り出しで、はいはい。でもね、多分ね、倍はかかってますね。それはやっぱりまあ、自分の体格に合わせるために。もあるし、うん、なんかこう、オフロードバイクとしての、こう、セロって、と WR っていうまあ 250cc のオフロードバイクがあって、はい、そのまあどっちかに多分今はどっちもなくなっちゃったんですけど、そうですね、アイガス系で、その当時はどっちもあって、はい、どっちかにするかの時にだいたい僕みたいな人はみんな WR に行くんですよ、うん、でみんな僕の知り合いとかも WR 買ってたりしてて、うんうんうん、なんでセローなのって言われた時に、うん、僕はセローでキャンプツーリングしたかったからもちろんセロー選んだんだけど、うん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 、その足回りとか、あとはその乗り心地とか、その辺のこう、カスタムをしないと、どうしても WR には勝ってないところがあったんですよ。だからもう、まあ、自分でこう、人柱になって、いろんなものをカスタムして、その一番こう、すごいところやってみたら、みんなにこう、アドバイスできるんじゃないかなと思って、その当時ガルルの雑誌でもまあちょっと連載やってたのもあるんで、はいはいはい、お金自分で払いましたけど全部やってみようと思っていろいろやった結果とんでもない金額になって車体価格と同じぐらい同じぐらいかかってるわけですよね。なかなかいない。セロ回してもらうと乗りやすいんだよな。そう、意外と身長高い人には乗りやすいし、もともとセロってやっぱ膝がこう曲がっちゃうから膝が痛いっていうのは多分みんな、はいはいはい、高い人が乗るとっていうのはあるんで。そこないです。あれ乗ったことあります？トライアルの野崎文隆選手の、うん、野崎文隆スペシャルのセローがあるんですよ。あ、それ乗ったことない。乗ってみたいね。ディーラーさんでコンプリートにして。売ってる。だからタイヤもだからトライアルっぽいタイヤになってて。で、まぁ、ちょっとこうグレードはやっぱいろいろあるんですけど、まあ、基本的にはほとんどのフルコンプリート状態で買ってて、値段とか忘れちゃったけど、でもサスペンションとかいろんなところが確か手入ってて、それ乗ると、スポーティーなトライアルバイクなんですよ。おセロが。ちょっと重たいのだけ重たいんですけど、だけどもう申し分ないぐらいいいバイクで、まあ、こんなにこのバイクで伸びしろっていうか、そういう方向性にいくらでも育てられるんだっていうのはね、感動して。いや、すごい。それ乗ってみたい。多分ね、まだ在庫あるんじゃないかな。乗ってみたい。それ乗った時にも、ああ、セローってこういうことできる。山下さんのセローも、あ、こういうことできるんだってびっくりしたし、その野崎文隆スペシャルのセロー乗った時も、すげえなって思って。それ見とってみたいんだし、まあね、やっぱり分かる人が作るとこういうことができるんだなって、それぞれ思った本当に。トライアル好きな人もセロ乗りの人多いからね。ところが深いんですよ、意外と。今乗ってる、あれ、
ドゥカティのアンバサダーの方ですよね。あ、そうです、そうです、ドゥカティ。そうですよね。今スクランブラーね。スクランブラーどうですか、はい、スクランブラーいいですよ。めちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいい。好き、めちゃめちゃいい。好き。合う、うん。合ってる、合ってる。へぇ、合ってる。乗りやすいし。うん。あの見た目もなんかこう、はい、かっこいいし。見た目のストリートカー山下のやっぱりかっこいいになってますよね。見た目好きなんですよ。ああいうスクランブラーとか。あの、他にも、あの、ね、あの、ありますけど、他社の、はいはい、そういうのもあの結構あのネオクラシックみたいな、はい、スクランブラーみたいなタイプって好きなんですよ、見た目が。あのスクランブラーの L2 にあのちょっと速すぎる気はしないですか。ああ、でも確かにちょっとパワーはあるね。もう結構グワッてくるとこはあるけど、でもなんかね、思った以上に車体が扱いやすかったから、はいはい、セロの方がやっぱシート高いし、あ、はいはい、うん、あ、そっかそっかそっか。そう、だからその辺の怖さはないし、もともと身長高いと別にそこまで足つきは気にしなくてもいいし、ね、ハンドルの切れ角はもうちょっと欲しかったなっていうのはあるけど、それ以外はもう不満はないよね。へ、うん、よく走るし、本当にこうエンジンの気持ちよさがやっぱあるね、はい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 、あのね、ドゥカティならではの。あれはそのドゥカティの純正パーツとかを使ったなんかカスタムみたいな、そういう企画はなんかないですか。ないね、今のカスタムは特に、うん、ピークデザインつけてるだけだけど、今のあのあれつけてるはいるけど、あれぐらいしか今やってないし。スクランブラーのそのアパレルにしてもパーツにしてもめちゃくちゃ豊富にあるのに、うん、あるね、確かに、うん、多分でもあのナイトシフトって僕のやつちょっとあのおしゃれ路線っていうか、そもそもがなんかバーエンドあのミラーになってるし、もう最初から多分おしゃれ仕様になってるから、あんまり変えない方がいいのかもしれない。でもその人生わりかしこう長い間、まあいわばセローってまあ決してハイパワーな乗り物ではないわけです。それが今回結構速いやつ、結構速い、結構速いやつが手元に来てどうですか。なんかライフスタイルというかライフサイクルなんか変わります？僕ね、大型免許持っていながら、はい、大型バイク持ったこと今まで人生なくて、はいはい、まあ、今回初めて、まあ、持ってるっていうか今ちょっとアンバサダーだから、はい、正式には持ってないのかもしれないけど、はい、あの面白いよね、本当大型バイクってやっぱり、うん、あのパワーももちろんあるのもそうだし、やっぱりこうみんながみんな乗れるもんじゃないから、はい、ある意味ね、はい、免許がないと乗れないから、注目度がすごい。ああ、なるほど。あの、まあ、かっこいいですもんね。うん、なんかね、しかもそれをおしゃれに乗ってるから。いやいや、僕はそんなことないけど、でも極力そのレザージャケットとか、はい、まあそのなんか気を使わなくちゃいけないバイクな気がする。あ、スクランブラーって。ファッションも、洋服もなんかこう、うん、本当にまあレザージャケットとかで乗るし、はい、今ちょっとドゥカティのウェアがいっぱい送られてきたからそれ着るんだけど。ちゃんとこう洋服着ないと、なんとなくこう、すごい視線を感じるなっていうのはある。セローは感じなかったです、全然。あ、そうですか。そこまで。セロー乗っててもそんなになんか別にこう、ね、見られてるって感覚あんまなかったけど、あの、僕を見られてるだけじゃなくて、車体を見られてる感覚がすごいあって、スクランブラー。僕止めたりするじゃん、コンビニの駐車場とかで。そうすると、おじさんが見てたりするわけよ。ああ、やっぱりあの形ってかっこいいっていうのが、こう、だなっていうのを再確認するというか、なるほど、ね、うん、みんなまじまじとこう なんか眺めるっていうか、はいはい、うん、あ、乗ってるんですかみたいな、こういう話になるし、はいはいはい、それはちょっとセローにはなかったかなっていう世界だね。なんかあの表向き山下明和のこの描いてる世界観っていうのは、表向きあくまで僕はあのジムニーとセローですよって言いながら、裏ではあのゲレンデバーゲンの G63 と乗ってないでしょ。あと 1300GSBM 長年乗り継いでるじゃないですか、裏では裏ではって、裏ではあのこういうこういうのさ、本当にさ視聴者の人さ、そう思ってさ、あいつ嫌なやつだよねって思っちゃうでしょ。あのゲレンデバーゲンがあるから、いや、ジムにもゲレンデバーゲンっぽくていいよねって。僕ね、本当にね。あれ、本当ですか？いや、ないから、そういうの。乗ったことないし。ない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 。最近、あの、木村亜美は、あの、ポルシェをカミングアウトしましたけど。いや、まあ、それは、それはね、もカミングアウト。カミングアウト、僕はもう何も、だからもう、ジムニーとセロしかもう、本当、ないですよ。だって前乗らせてもらったあのフェラーリの D の旧車乗っててすごいおしゃれだったよ。かっこいいな、やっぱ山下さんはと思って。あの、ごめんなさい、僕そういうの持ったことないし。持ったことないし、買えないし。似合いそうですけど、めちゃくちゃ。いや、買えないですよ。でもね、確かに山下聞かずがね、ゲレンデバーゲンが降りてくると、なんかですので、ベタベタ芸能人感があって、裏切られない感じがする。いやいやいや、僕ね、裏切られたい。あのね、僕ね、もうそんなのね、乗れないですよ。なんか野球行くときに、どんな車から山下明和が降りてきたら、このね、裏切られるかっていうね。
いやいや、何がいいかな。僕ね、どんなにお金持ってても、なんかそっち振りの多分車買わないもん。本当に？うん。買わない。買えない。僕、ちなみに、うん、何が一番欲しいじゃん。もし、何でももうお金関係なく、もう気にしなくていいから、じゃあ1台車差し上げますって言ったら何が欲しい？だからもう桃鉄級のお金持ちだったらっていう、その規模なわけですよね。桃鉄級。そうなったら、僕古いクラシックな車の見た目すごく憧れがあるんですよ。おだけど古いエンジンに一切興味がないんですよ。おその毎日エンジンかかってほしいし。まあそうね。確かに日常として使いたい。あと、なんなら僕電気で構わないし、全然抵抗ないんですよ。で、僕そういうことか。だからトヨタの 2000GT おとか、ジャガー E タイプっていう昔のやつの側で中身プリウスみたいな車が僕本当に欲しくて。あ、確かにそういうの。あってもいいよね。僕は形が僕好きなんで、僕ね、うん、エンジン機関部品とか、本当にこだわりがあんまないんですよ。あ、確かにそういうのいいかも、ね。そしたら、気兼ねなくいつも乗れるかなっていう。確かにいいかもね。それが、もう、だから本当にお金持ちだったら、そのボディ買ってきて、ボディレストアして、うん、で中身は、トヨタディーラーとかで、プリウスかなんか新車で買ってきて、丸ごと中身ドンって付け替えて。あ、それいい。そういうバイク、車がね、あればいいのに、ね。そう、そうやったら長く愛せるかなって。バイクはね、エンジン見えるじゃないか、外から。まあまあ。だから古いバイクに新しいエンジン積むと、分かっちゃうから、ね、からちょっとできない遊びで。そう、それはね、僕、わりかしずっと一つ、なんていうのかな、こう願望としてあるというか。ああ、確かに。最新のキラキラよりか、ちょっとそういう昔の、それこそ、アストンマーチンのボンドカー、大昔の。ね、ただ、あれを別にあんなに苦労して乗りたいわけじゃないっていう。なるほどね。おしゃれだね。まあ本当にファッション気分で、ファッションで乗れればいいかなと。なんか、オカサーファーぐらいな感覚で付き合いたい。いや、わかる、それでも。ガチ勢じゃなくて。僕もなんか、ランクルの古いやつに、最新のなんかこう、ね、いいそう。なんか、エンジン積むとか憧れる。あ、いいですよね。それだったらいい。あ、アメ車って好き？あんまり。アメ車は、ちょっと意外と僕、あんまりちょっと縁を感じないですけど、山車は。アメ車、そんな、まあ、うん、どうなんだろうね。好きっていうか、乗ったことがないから、あんま比べる対象。まあ、向こうで見たらいっぱい見るけど。アメ車のピックアップトラックなんか超似合いそうですね。あ、そういうの乗ってみたいけどね、一瞬ぐらい。後ろの荷台から、プロテインのボトル、5キロみたいなボトルで出してきてほしい。それさ、もっとさ、体がごっつい人でさ、もっと、でかい人じゃない？だって山下家は、プロテインこう注ぐときに、普通何杯、カップ何杯ってあるじゃないですか。お水何 cc にするみたいな。山下さんってガロンで数えてますの？ガロンじゃない。ガロンじゃない。本当にプロテインガロンで言ってますよ。いや、プロテインガロンでいかないでしょ。あれ本当ですか？めっちゃおなら臭くなりそうだけど。やってないです。はい、筋肉意外とないから。いや、何言うんですか？ないですから。僕思い出しました。何？僕山下さんに一回相談乗ってもらったのが、ああ、プロテイン何買ったらいいですかって僕聞いて教えてもらったりしてたんですけど、うん、まあ、今、週2、3で僕テニスするから、ちょっとでもと思って、うん、まあ、回復のためにプロテイン飲むんですよ。飲んだ方がいいよ、ね。教えてもらった B レジェンド飲んでるんですけど、うん、おならが出まくって、出まくる。全く吸収できなくなってて、おじさんになったら。うんうん、で、山下さんにどうしたらいいですかって言ったら、おならはまあ出るよって。ただ飲んでるうちにもしかしたら体がちょっとこう慣れてきて、うん、おならが出にくくなるかもって言われて、頑張って飲んでたらおなら出にくくなる。そうそうそう。やっぱりこう、タンパク質をね、こう、はい、なんかこう吸収して消化しようとする力っていうのがやっぱりだんだん衰えてくるから、はい、うん、それでこうちょっと慣れてきて、慣れてくるとね、治るっていうかね、それがね、ちょっとね、飲めるようになってきた。だから今日一緒にテニスする、Z からですね、ズロン君。ズロン君とテニスするときに、なーってこう、おならしてたんですよ。って、この打つ力、脱力も。でも出るよね、力入れるときにね。それを何度もズロン君に聞かれてて。で、ごくまにズロン君が、レイさん普通にテニス中おならしますよね。言われるときがあ、そうそうそう、あれでプロテインい。いや、僕もある、ある、普通にある、ある。うん、野球やってるときがある。出なくなった。慣れてくるとね。でも、ジロン君も結構飲んでるよね、プロテインね。まあ、ジロンがウェイトガンガンやってるから。しかも多分ね、僕予想なんですけど、今から待ち合わせしてますけど、うん、テニス前に、ウェイトやってくるんですよ。ええー、何そのなんかプロ野球選手みたいなこと。だから多分、まあ、半分ウォーミングアップ。で、そこでその負荷を与えてることによって、いい塩梅に脱力して打つんですよね。力入れて打ちたいわけじゃないから。うんうんうん、それがなんかね、その、ウェイトが、いい作用の仕方をジロン君はしてるようにしか思えないんですよ。なるほどね。でも本当テニス好きだよね。そうですね。藤君もそうだし、追求してるよね。まあでも野球もやられてるじゃないですか、場所さん。まあ僕もでもテニス最近本当すごい好きなんで、はい、よく見ますよ、いろいろ。もういろんな動画見たりとか、はい、お店
店もしょっちゅう行ってますよ。本当に？行ってる。それこそエリア的に言うと渋谷の、まあ、あそこしか行ってないですけど、あんま言っていいのかなっていうね。まあいいのか。あの渋谷の、うん、あのウィンザー側というか、なんていうの、あっち側のスチーム渋谷って新しいビルあるの分かります？スチーム渋谷？あのね、あのウィンザーに行くときに、うん、ちょうどその左側あたりになんかでっかいビルずっと工事して完成した。あれ完成したの？そう。あ、僕行ってないよそれじゃ。で僕はそこよく分かんなくて、うん、バイクで渋谷行くとき用事があって、うん、二輪駐車場探したんですよ。うん、で昔って宮下公園に停めてたけど、うん、今どこに停めたらいいんだろうっておじさん分かんなくなっちゃって、うん、ネットで調べたらスチーム渋谷って出てきて、あれでもそこスチーム渋谷の前に多分手前にあるじゃんそこ一個、あの図書館の前、大和図書館の前。バイク駐輪場あるよ。それ知らなかった。あるセブンの前。そうなんだ。ある。僕でその新しいスチーム渋谷ってビルの二輪駐車場にこの間止めたんですよ。トレーサー 9GT プラス。したら駐車場超綺麗で、ガラガラで。あ、いいね。しかも、覚えてないけど1時間100円がなんか、まあ、安かったかな。あ、高くないんだ。そう。で、ちょっと入るのがトリッキーで、ちょっと裏から回って入んなきゃいけないんだけど、渋谷の、まあ、いわばあの、モヤイとかセレスティン側とか、あっち側に用事があるんだったら、結構いいとこ発見したな。へぇー。中ってこと？そうですね。あの、建物の1階部分が全部駐車場になってて。へぇー、それは知らなかった。で、二輪の250以下と250以上で、うん、250以下が20台ぐらいだな。で、250以上が30台、40台ぐらい。あ、そんな広いんだ。結構しっかりした広さがあって、それいいね。それみんな多分喜ぶんじゃん。すごい期待して。そう、スチーム渋谷っていうビルなんで。スチーム。スチーム。スチーム。STEIAM。ああ、スチームね。そう。あの逆に言うと他の店舗は入ったことがないからわかんないんだけど、その駐車場だけは今ちょっとお気に入り。ちょっと渋谷がすごい行きやすくなる。しかも空いてるからなぜ。ああ、いいね。確かに。ね、大きいバイク狭いとこ止めるの苦労するじゃないですか。苦労する。それがね今快適で。スチーム渋谷ね。そうなんです。でもそこになんかいいお店が入ってたりしたら行きつけになるかもしれないからね。飲食店ばっかでほとんど商業ビルか、まあそのオフィスビルなのかな、どっちかっていうと。会社が入ってるとか。なんかそのいわゆる洋服屋さんとかなんかっていうのは入ってないんだ。あんま、ね、なんかご飯屋さんの看板がよく立ってるイメージ。なるほどなるほど。じゃああれだ、あの前、今は変わったけど前の虎ノ門ヒルズみたいな感じ。はい、ああ、そうそうそう、そんな感じですよ。そこは前はもうね、ビジネス、そうですね。いいとか、そこはいいし。山下さん、虎ノ門ヒルズの駐車場好きですよね。めっちゃ好き。僕もね、あれね、好きなんですよ。わかる。そこかっこいいしさ、打ちっぱなしでさ。わかる。二輪空いてるし。空いてるしさ、まあ、値段は安くはないのかもしれないけど、はい、なんかホテルがあって、はい、その、ね、コンセルジュの下の確か、ところから、だからさ、綺麗だしさ、なんかもう、あとお手洗いも綺麗、あのビル。ああ、トイレ行ったことないけど、綺麗だろうね、絶対ね。2階に上がると、コンビニとか、コーヒー屋さんもあってる。ああ、ある、そうそうそう、お店。でも、今、虎ノ門ヒルズはさ、はいはい、洋服屋さん入ってるから、ベイクルーズが。それ知らなかった。入ってるんです。あそこね、ポルシェジャパンが入ってるんですよ。え？それで、そうなんだ。よく行ってたんですよ。はあ、仕事の時に。そう、それでバイク止められて、なんて便利と思って。はあ、そうか、ポルシェジャパンがあそこに入ってるんだ。でもね、これね、お気に入りの駐車場とかありますよね。あるあるある、めっちゃあるよ。バイク駐車場ってね、あんまね、うん、あるようでいてないから。嫌いな駐車場もある、僕。あ、わかる。東京ドームのバイク駐輪場大嫌いなんだよね。行ったことない、東京ドームにバイクで。東京ドームのバイク駐輪場、マジで嫌だね。それなんですか、巨人戦に出たんですか、それは。いや、出てない、試合に出てないんだけど、その試合を見に行こうと思って止めたんだけど、はい、高いし、はい、なんかこう、入り口に対、その、球場に入る入り口から結構遠いしで、はい、あんま良くないね。あの、わかる、わかる。嫌いなとこある？ね、これね、ちょっと山下さんには僕言いにくいんですけど、うん、言いにくいって言って。羽田空港の、羽田空港。バイク置き場、前は P1、P2、P3、P4、どれかちょっとはっきり覚えてないけど、枠が狭い。いや、僕、羽田空港は、駐輪場、僕そんな好きじゃないよ。本当に、うん、なんか、あの山下さんの SNS で見るから、うん、まあ、仕事でね、止めて飛行機に乗る。場所っていうか、その飛行機に乗るのに、その車で行くと、大渋滞して入れなかったりするから、それをスルッと行けたりとか、あと値段も安かったりっていう意味は好きだけど、止めるところは結構汚いもんね。汚い、汚い。あれどうにかした方がいいと思うよ。お茶するだけでも羽田空港自体に行くのは好きなんです。空港好きで。ああ、僕も好き。で、なんだけど、やっぱ大きいバイクが止めにくい。そうだね。で、切り返し何度もしなきゃ入れない角度の枠があったりとか、多分、まあ、大昔にこの線引かれたんだろうなって、
スチーム渋谷の枠は広い。広いんだ。まあでも、虎ノ門ヒルズみたいな今時な大きさの。ああ、いいね、いいね。だから、さすがにちょっと両パニアついたままじゃちょっと左右の人に気使うけども、別に大型バイクが余裕で。でしかもその、なんですか、こっちの列とこっちの列の間の中通路も広さがあるから、切り返したりとかもすっごい楽なんですよ。まあでも、そういう駐輪場が増えてほしいよね、やっぱり。もう山下聞かず二輪駐車場サービス、うん、やる？いやいや、そんななんか東京都自治体に入っていく？いやいや、僕はそんなできないですけど、でも行政から開拓していくもん。まあ行政にやってもらいたいけど、ここはもう出馬する？いやいやいや、今ね首相なるチャンス、日本なれる。いや、やらないですよ。山下政権の政策は何一番ご利用していく？もし政治家になったとしたら。消費税マイナス 50% とかしてみる。まあ、消費税は下げるよね。何買ってもキャッシュバックされちゃうの。いや、もう確実に言うのは消費税は下げるよね。下げちゃう。下げる。下げるでしょ、もし。逆に消費税上げまくって、うん、医療費、うん、学費無料。あ、そっち。あの、ノルウェーとか、ああいう国方式っていう手も。ベーシックインカム系？そう、だからよくわかんない。半端な消費税で何やってるかわかんない感じだったら逆に取りまくって何でもかんでも快適にしちゃう手も。ああ、もともとね。確かにそ、もう普段の例えば駐車場とかを取らなくするみたいな感じ。ああ、っていうこととか。でもなんか、この間どこだっけな、シンガポールかなんか行った時に、うん、高速道路乗る時の、要は ETC カード的な、うん、まあ、カードがあるんですよ、ね。あるね、あるね。で、大抵の公共の駐車場も、要はその ETC ゲートがあって、うん、同じカードで駐車場の生産までできてたんですよ。なんで日本バラバラなのって。まあ多分それはでもちょっと。これ何日本を立て直そうぜチャンネル。これ別に。社会派？これ、あの、前編後編以外に、あの、第3話でやった方がいいんじゃないの？山下政権。第3話でやってやります、じゃあもうこれ。シムシティみたいな感じで、なんか山下シティみたいな。山下シティじゃない、それ福地シティでしょ。本当に。福地シティはね、僕はあんまそういう統率力ないから、僕はあの山下政権で。いやいや。だってハイノードの社長でしょ？ハイノードの社長って。そこはもう。何もやってないけど、まあ、そうね。そうね、よく聞かれるからね、最近ね。ハイノード社長何やってるんですかって聞かれちゃうけど、まあ、僕もそんな人望がないからできないけど、でも、変えたいところはいっぱいあるよ、それはもう。変えたいところは。うん、いっぱいあるよ。うん。消費税は、とりあえず、僕は下げたい気持ちで。でも、インフラが整うんだったらね、はい、その、バイクも、自転車もそうなんだけど、本当にこう、政治家が考えてるさ、その、はい、本当に乗ってないでしょっていう人が考えてるからさ、それはちょっと、ね、まあ、車しか乗ってないから、車のことだけは、どん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 、こう、うん、整備されていくんだろうなっていうのはさ、もう、わかるから、うん、ぜひそのね、バイク、オートバイ、バイクの乗りの意見をこうちゃんとこう尊重したバイク駐輪場とか自転車もそうだけどさ、もう本当もうなんていうのかな、あの電動ママチャリっていうか、その この世電動自転車がさ、もう今多いからさ、はいはいはい、もう本当さぶつかり合ってるんですよ、はいはいはい、お母さん自転車たちがさ、かわいそうで、もう今までのずっとそういうのがさないからさ、ちっちゃい自転車のことしか考えてないからさ。あのでっかいね、この背自転車のその電動バイクがさ、入れられないんですよ。確かに。でも、みんな本当はスペースが欲しいし、その止められるんだったら、ね、こう、前後の広さも欲しいし、横も欲しいしっていうの、それもバイクも自転車も一緒で、やっぱり乗ってる人が考えた方がいいなっていうのはあります。それが今回まあ、出馬される理由ということで、まあ、山下政権実現に向けて有権者の皆様、山下秋和、ハイノードのディレクターは元気が取り柄と言っておりました。それこれ気に入ってるんですよ。たくみさんでしょ？たくみくんが言ってたやつでしょ？元気が取り柄。40超えて元気が取り柄って褒めてもらえるんですよ。まあでも嬉しいね。嬉しいよね、でもね。本当という政見放送でした。山下秋和さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんでこんななっちゃったんだろう。